連合、日本労働組合総連合会は5日東京都内のホテルで定期大会を開き岸田首相が自民党の現職総理大臣として16年ぶりに出席した岸田首相は挨拶の中で今年の春闘や最低賃金の引き上げによる賃上げの実績を強調した上で経済の熱量の源は賃上げだ賃上げへの大きなうねりを持続的なものとし 地方や中堅、中小企業に広げていかないといけないと訴えたその上で賃上げ税制の減税制度の強化を検討するとともに構造的賃上げ実現のための三位一体の労働市場改革を推進する中小・中堅企業の賃上げの環境整備人手不足対応や生産性向上を通じた賃上げ継続を支援していくと強調した 岸田首相は挨拶の結びでは連合関係者に対し明日は今日よりも良くなると実感できる日本経済へ引き続き皆様方と密にコミュニケーションをとりながら全力で取り組んでいくと訴え今後の協力を呼びかけた自民党政権の首相としての連合定期大会出席は2007年の福田康夫首相以来以下はネチズンのコメントをまとめたものです 賃上げに政府もコミットすべきだがこの間の物価上昇に追いついていないのが実情で具体的に何に取り組むのかさっぱりわからない記事中の「三位一体の労働市場改革」とはリスキリングによる能力向上支援個々の企業の実態に応じた職務給の導入成長分野への労働移動の円滑化おさすが これまでのいきさつを振り返っても即効性のある処方箋とは捉えがたく中長期で成果を期待する漢方薬のような施策だそう考えると連合訪問は野党揺さぶりか解散総選挙を見据えたパフォーマンスにしか見えてこない岸田政権が賃上げを推進することは方向性としては正しいと思います 賃上げによって物価高から国民生活を守るとともに内需を拡大するさらには人手不足の中で各企業に生産性の向上の圧力を加え賃上げできないゾンビ企業に退場してもらうただ連合大会に出席して賃上げを強調する演説を行うことには政治的な狙いもあります 全米自動車労組・ O ・ガストを続ける中でトランプ前大統領がデトロイト近郊で演説したのと同じ連合やその傘下の参別あるいは組合員を自民党支持に誘導する効果です連合にとっては苦しい展開でしょう政府・自民党が賃上げしてくれるのであれば労働組合が必要なのか なぜ立憲民主党や国民民主党を支援しないといけないかという疑問が組合員の間で高まりかねないからですなお元国民民主党参議院議員の矢田和子補佐官は帰れコールを恐れたからか出席しなかったようです連合の方々に賃上げを宣言しても仕方がないと思いますけど 連合傘下の組合員が所属する企業に対して言わないと意味がないのですがねでその企業は微量の賃上げをするかもしれませんが現状の情勢では物価債上のの賃上げは無理のような気がしかも企業側は100円程度でも賃上げができれば外に向かって「賃上げしました」と宣言できるのが困った要因の一つだと思います 本来の賃上げというのは物価差プラスアルファなのですが日本でそれを実現している企業はありませんつまり今までは残業手当でその差を賄ってきたのですが最近では残業もおぼつかない状況で家計のやりくりは火の車が多いと思えますね政治家や官僚はこの辺を全く理解できていませんからね FL 姉さんの感覚の無さが それを物語ってていましてね。政府や岸田総理が考えていることって私たちが直接聞く機会って実はほとんどない二次情報としてのニュースで得られる場合がほとんど専門家が難しい言葉を並べてテレビやインターネットで発信してもせいぜい国民の感情を多少刺激するだけで行動変容までには至らない。 日本の政治家に限って言えば、もっと自分の言葉で発信してほしい、そして国民もそれにリアクションしていかなくてはいけない気がする。当然、政府には話せないこともあるのは理解できるけど、オープンにできる部分は定期的に発信して、もっと国民と国が対話をできる状態に近づくべきだと思う。 いくら総理が賃上げ要求したって、円安、物価高、燃料価格高騰をおざなりにして、企業が賃上げできる状態だと思うか。まず先にこれらのことを解決しなきゃ、単なるパフォーマンス以外の何物でもない。自営業なのですが、賃上げするとパートさんの年収が不要範囲外になってしまいますので、時給を上げようがパートさんの年収は変わりません。 不賃上げして用範囲内で収めるには、労働時間を減らさなければなりません。そうすると、人を新たに雇わなくてはならないのですが、働き手が少なく雇用したくても、人材が見つかりません。扶養控除を1 3万から130万にしませんか手当で楽させる保証よりも、頑張って働いてくれる人が報われる様にしてください。 賃上げ賃上げって日本全国の会社が力があるわけじゃない物価もコストも人件費も全部上がりそれに伴う会社の増益があれば賃上げもできるかもしれないけど大体は内部留保してるそりゃそうだよこんな不安定な世の中だもん会社に限らず国民だって少しでも貯金するわ夏のボーナスの使い道の多くは貯金だそうです それが現実。国会議員に年間2180万円、文書交通費1200万円払う価値はあるだろうか、国民のために働く議員が逆に国民を苦しめ続けている。下手な経済対策せずに消費税を下げることが唯一国民を救う。官僚を含めて、特に財務省、無駄な策は講じず減税しろ。 あと議員定数見直しは喫緊の重要課題だパフォーマンスは結構だけども大企業がため込んでいるお金を中小企業個人事業主に流す方策や派遣労働者を少しでも正規転換していく方策を着実に進めていくことが政治の仕事だと思うよ。 賃上げできるような環境を作るのが政府なのに何もしないで経済団体に賃上げ要請とは冗談通り越して犯罪ですね。いつまで実質デフレを放置するのか、挙句にデフレ加速させる増税路線まっしぐらとは。選挙で恥をさらす前に緊縮財政から拡大財政に転換して早々にデフレ脱却、経済成長に進んでほしい。 歴史を見ればバブル真っ盛りの頃に消費税を導入しバブル崩壊後の日本経済が低迷した時にまさかの5%への増税が橋本内閣によって行われたこれがその後の日本経済回復の目を完全に潰し失われた20年を決定づけた。 その後、リーマンショックの影響で2009年から世界的不況となり、2013年頃から景気が回復し始めたと思ったら、2014年に、まさかの消費税8%への増税が安倍内閣によって行われた。同時に行われたのが円安政策と観光政策、抜本的な景気回復政策をせずに小手先の対症療法に頼ったのだ。 この2つの政策も後に大きなツケとなって弊害をもたらしているしかもコロナ禍で景気が下振れしている最中の2020年にまたもやまさかの10%への増税が行われたそしてコロナ規制が終わってこれからというこの時期に今度は岸田内閣がインボイスを導入自民党政権は必死になって日本経済回復の目をつぶし続けていると言える